皆さんこんばんは。 YouTube シラバスフランス料理担当の坂内です。今日は5月最終月曜日27日ですね。今日も早速お料理ご紹介していきます。若鶏のオリーブ煮を作っていきます。材料こちらです。では鶏肉を蒸し焼きブレゼしていきますね。オリーブオイルです。鶏胸肉を使います。で、表面焼き色がついた鶏肉は一度取り出しましょう。取り出して塩をまぶしておきます。この鍋ですね、ここにニンニクのみじん切り、それから鶏のだし汁、鍋底にくっついているうまみ成分をこそぎ落とします。で、沸騰したら鶏肉ですね、さっきの戻し入れて、 300g ぐらいの大きな鶏肉なので、4分煮込んでいきます。片面ですね。では4分経ちました。返してここで、新玉ねぎ、乱切りにした新玉ねぎも、あとオリーブ、中華オリーブ加えましょう。新玉ねぎは火の通りが早いので、ドロッとなってしまうより少しこう歯ごたえを感じるぐらいの仕上げにしようと思って、あんまり煮込んでないっていうことですね。あんまり煮込まないってことですね。はい、時間になりました。合計8分ですね。胸肉は、一旦取り出してアルミホイルで包んで寝かせます。火の入り具合の目安なんですけど、自信のない方は心温計などを使ってもらって、50度、心温が50度超えていればちょうどいい状態に仕上がりますので、いい感じですね。今ゆっくりと50度に近づきました。です。これで、この今鶏胸肉が持っている自分の熱を使ってふんわりと仕上がるようにアルミホイルで包んで、この空気の層を残します。この空気の層をね、残すことによってこう直接、これがアルミホイルです、直接当たると温かい鶏肉アルミホイル外気になるので、冷えることも早いんですね、冷めることも早い。これは温かい空気の層に包まれて一旦外気なので、ゆっくり冷えていくと。このまま加熱した時間と同じ時間、8分間寝かせます。では、8分間ゆっくり休んだ鶏肉ですね、ゆっくり休んでました。
これあのプチトマトをですね半分に切ってオリーブオイルをかけて軽く塩して、ソフトセミドライトマトになってます。今うまみが凝縮したソースにオリーブの香りがついてて、ここにトマトを加えて酸味を足して仕上げですね。では鶏肉、いいですね、最高にいい風味が出てます。ではソースを、ショートパスタとか一緒に加えても美味しいですね。チーズ、あとハーブも飾りましょう。グラナパダーノブロックですね、たっぷり削って、ナスタチウム、金蓮花、コリアンダーです。爽やかな香りを添えて、鶏胸肉のオリーブ煮の完成です。では試食していきますね。いただきます。試食担当は言わんの？これ今日から見てる人だ、どうすんの？今日からちゃんと自己紹介しなさいよ。失礼いたしました。試食の時だけ現れるジルです。よろしくお願いします。ちょっと早すぎたかな、ナイフとフォーク。じゃあいただきます。食べたくてしょうがない、はい、じゃあいただきます。この香りは、このオリーブの香りがすごいから、素晴らしいオリーブなんで、オリーブがいいと料理のグレードがこう上がりますね。素晴らしい香りがします。トマトも気になるね、ソースソースになってるからね。もうソースみたいな、見た目がめちゃめちゃ美味しい。多分視聴者さんすごい気になってると思いますけど、あの胸肉大きいんでパサパサしてるんじゃないかなと思う方いらっしゃいますけど、全然してないです、全然してないです。一回多分こうルーシュが言われた通りの分数でやってみて、それでも違ったらこうちょっとずつ自分で微調整してったら上手ですねこの人、はい、でもそこが料理の醍醐味です、ね、僕たちはあくまでこういう料理がありますよ、あとは自分でアレンジしていただいて楽しんでいただくのがこの動画の目的なのかなと思いますけど、はい、素晴らしい。ただ食べるだけじゃない、いやもちろんです。で食べて、はい、はい、いただきます。柔らかジューシー、トマトも歯にカトラリーは当てないね、はい、気持ち悪い、緊張した、気持ち悪い、ほんとなんでカチカチ言うの、歯の治療中か。トマトいただきます。トマトが食べれないんですけど、全国の良い子のみんな、トマトが食べれないジル君がトマト食べるよ、応援してね。うーって洗い方やめる、まあ加熱して見た目がこうの形がとどまってますけど、もうソース状になってますから、トマトソースとかトマトソースは食べれるもんね。トマトソースは全然大丈夫です。じゃあ5月4回放送してきましたけど、6月もなんか要望があればね、ぜひ早めに連絡いただければと思いますので、頑張ります。今月もありがとうございました、たくさん見ていただいて、来月もよろしくお願いします。セボンです。